日本鉄道832-3240型は、かつて、日本国有鉄道の前身である、鉄道院、鉄道省に在籍したタンク式蒸気機関車である。元は、日本鉄道が1904年に、ドイツのヘンシェルウントゾーン車から2両を輸入した、車軸配置2から6から2、複式気筒の飽和式タンク機関車で、h s 3小型と称された。日本に、 初めて導入されたヘンシェル製機関車である。複式の方式は本ボーリース式である。この機関車は2気筒端式である H35K 及び P35 型と同様の経緯で発注されたもので、採用鉄道や筑法鉄道で使用されていた複式機関車を使用し、単式機関車との比較が目的であったらしいが、その使用成績は伝わっていない。 本形式は二気筒複式であることから左右非対称の得意な形態が特徴であった。シリンダは右側が高圧で小道が小さく左側が低圧で小道が大きいためシリンダのカバーの大きさが異なり煙室とシリンダをつなぐカバーも中を通る蒸気管の有無で形状が異なっていた。またシリンダから前端張りは二段のお辻型ラインでつながっており 特徴的である。過失は常磐炭電産の低質炭に対応して高過失のベルペア式で、便装置はワルシャート式である。使用圧力は、14. 1 4 1ラム平方センチメートルで当時最高であった。鉄道国有法による国有化後の1909年に制定された鉄道員の車両称号規定により3240型に改版されている。 当初の配置はミトで国有化後には上野に移ったが少数形式である上複式という特殊な機構が嫌われ1922年に廃車解体された。ありがとうございます。